解き放ては今日は戦乱の都に戻るのだぞ。アムリタ目当てだったが、それは朗報だな。今日を潰し、家康とやらも潰せば、この国は戦乱に満ちた黄金の国になる。何？家康様じゃと？魂は巡り巡る人の世の戦乱と太平のようにの。
今日の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやれば家康様を狙うと申していたのが気がかりです。猫又殿は太平の世のためにその身を停止申した。拙僧も微力ながら力添えいたしましょう。